はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。88のミスタープレビューやっていきましょう。もうね、今回は報奨金あげよう。誰に？スコアラだね。スコアラ攻めたかもわかんないね。あ、2にしちゃった。やり直しね。1でスコアラね。で練習ね。で休養した方がいいね。宝くじ何だったんだろうね、あれね。で、あと勧誘したいね、甲子園だし。で、球場投資しましょう。さあ、選手の調子を見ましょうか。おお、体力ないけど調子上がって、キーオさんなんだけどね。キーヨさん1しか体力ないからね、稲尾さんで行こうか。稲尾さんで行っちゃおう。よっこいしょー。はい、あ、なんかいっぱい取っちゃった、いっぱい取っちゃった。あ、しまった、消しちゃった。あ、ごめんなさい。なんかね、全部消すか、2枚の写真を消すかって出てたんでごめんなさいね。はいにしたら全部消えちゃいました。さあ、昨日は雪辱、昨日の雪辱ですね。昨日はちょっとね、辛かったなあ。あ、今日はいいかもしれない。木戸さんそのままでいきましょう。で、北村さんの代わりに真由美先生。ただちょっと真由美先生ね、打順が悪い気がするので。で、大野さんがいいんだよね。大野さんがいいんで、佐野さん下げましょう。佐野さん下がってきてるからね。大野さんと、大野さんにしましょう。で、大野さんと真由美さん入れ替えて、真由美さんね、7番にしましょう。うん、ちょっとこの辺ぐらいで、頑張ってもらえればなと。うん。で、ピッチャーは稲尾さんだね。はい。あと代打で出すなら和田さんだね。さあ、今日は勝つんだよ。もう2連敗はやめてね。あら、稲尾先生、まあ、もう体力2個減ったような気がする。うわぁ、多く行っちゃったね。またこの点、こういう展開かな。うお、え、2個減った、体力が。ツーアウトから3点入るかい。もうクリスタルソードさん、あまりに言うから怒っちゃったからな。大野さん盗塁しちゃうよ。うわ、小松先生めちゃくちゃ調子いいわ。ほぼ全開じゃない。うん、いい感じだね。とりあえず2点入れな、あ、2点入れなさいよ。というか掛布先生ちょっとやばいね。1点だけか。うん、稲尾先生、ま、あ、2敗目つくかな。キーオ先生、体力1個しかなかったからね、出すわけにいかないと思ったんだけど。あー、中日ヒットが多いな。うん、前回も2桁いったと思うんですけど、今回も来そうだね、2桁。もう稲尾さんが結構フラフラです。ただ真由美さんの打順変えたのがいい結果出てくれればいいんですけどね。
ここだよね。ちょっと真弓さん詐欺気味だからね、いい感じにしてあげたい。あー中日が偉い。あスコアラ3人つけてんのがやっぱり違うのかな。ねえ、相手スコアラ3人つけてるけどうち1人しかつけてないもんね。そういう違いが出てくるのかな。あー全然打たなくなっちゃったね。逆に言ったらこれよく4点で抑えてるかなっていう方かな。小松さんにも打たれたし、ピッチャーにヒッター打たれたらちょっとね辛いもんね。よっぽど調子悪いのかなと思っちゃうね。全然打てないね。試合しましょう。誰、あ福間先生でいきましょうか。ちょっと5番長尾さんは荷が重かったかな。あらダメダメ。粘るね。ああ打たれ出したねまた。これさっきホームラン打たれたんだよね。このバッター苦手とかすごい嫌なバッターだね。前もホームラン打たれたしね。簡単にセカンドベース生まれるもんね。2点が重いな。変えましょう。まだ諦めてないんでね。もうまさか6位相手に2連敗ってやばいな。ちょっとこの落合さんどうにかしないといけないね。どうにかしたわ。ちょっと2連敗はしたくないね。淡白だな。小松さんまだ体力2個余ってるもんね。これは完封で完投で来るね間違いなく。おあら、あーダメだこれ、ダメだこりゃ。あー長介さんじゃないけどダメだこれだね。毎回ランナー出てんじゃない。三者凡退したっけ。
ああ、これは三者凡退になったね。ピッチャーゴロって、ああ、福間さん、出割りか。ああ、重いな、ヒットが全然出ない。これなんだ、何があったんだ一体。で、敵さんにはバカスカヒットが出ると。ちょっとこれスコアラー戻しましょうかねえ。うおー、簡単に1点入れられちゃった。これダメ押しだな。あ、小松さん最後まで来たよ。淡白だね。あ、でも覚えてるかな、ちゃんと戻すの、あのスコアラーをね。2連敗しちゃいました。あ、いや、ね、ホエルズ勝ってスワローズ勝ったね。すごい勝ち方だ。3本しか打ってないの、ヒット。3本しかヒット打ってないのによく2点入れたね、これね。ほら、今宝くじの抽選日なのか。はい、外れたやん。これスタルソフトめ、本当にふざけやがってというところですけど、さあ、じゃあこの辺で終わっておきましょうね。2連敗高田、あ、ちょっとあれ見ましょうか。あー、縮まってきてる。あー、というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。